アルファこんにちは、 DJ ソアレーズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、来ましたね、ドリームセレクション装備召喚ということで、11月18日木曜日、本日15時よりドリームセレクション装備召喚開催されました。はい、待ってました。今回もですね、新奥義リミットブレイクオーバーフロー、シンクロ覚醒オーバーフロー奥義、超絶リミットブレイク戦技レジマテとラインナップで全部2回ずつね回せるみたいなので、で、なんだろう、オバフロと超絶戦技レジマテは1回回すと2個おまけもらえるというお得になっているのでね、ぜひドリセル課金勢はこの際にがっつり強化してみたらどうかなと思うんですけど、無課金の人もドリセルだけ課金するっていうのも本当ピンポイントでキャラ強化できるので、個人的にはかなりおすすめですね。はい、で今回回すのなんですが、来ましたドリセルの、はい、新奥義回していきたいと思います。来ました、新奥義2回回せるので22連いきたいと思います。はい、これですね、いきましょう、ジェムで。いや、新奥義はかなり、そんなに多分破竜とかだったらそんなに必要はないと思うんですけど、正直ラビダンはかなりあると。おお、いいですね、ラビダンはもう新奥義あるとかなり心強い感じしますね。最後のとどめを刺すのに新奥義を使うっていうので、基本的に1回目でステアップがあるのでかなりいいかなと思います。で、最後にとどめを刺すと、なのでかなり新奥義はかなりいいと思いますね。余力がある人はオーバーフロー奥義もさらに打ち込むというか、リミットブレイクオーバーフローがあるキャラはリミットブレイクオーバーフロー刺せば、まあラビダンは結構安心はしますよね。まあ、それにしても開幕いきなりミラボ2個にレインボー1個、熱いですね。わお、嘘でしょ、来ちゃう、しかも2個、いやー、いいですね、ありがとうございます。魔法キャラいいね。オニオンのシンクロ持ってる、持ってない、ザス、これは持ってる、あ、持ってない、あ、嘘、え、2個新規シンクロっすよね、新奥義、あ、あ、セオドアか、セオドアって4か、新奥義、で、オニオンちゃん、お、オニオンも新、え、オニオンじゃない、ルールーだ、ザスーザスー、マジっすか、これめちゃくちゃ嬉しい。だってルールーの新奥義ってまだリストに入ってないんですよね。新奥義2個出た、え、しかもこれ誰、テラ、おお、全部新規、セオドア、新規アザス、これはもう勝ち確っすね。じゃあもう11連いきましょう。いやー、びっくりした。いやー、ルールーはちょっとスタメンに今浮上してるキャラではあるので、新奥義かなり嬉しいっすね。言ってるそばから大当たりでしたね。さあ、ミラボ2個、ああ、ザス、いや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 、嬉しいですね、めちゃくちゃ嬉しいです。もうすでにあれですね、もうルールーの新奥義ゲットしただけでもう3000円の価値はあるかなっていう感じがあって、おまけはもうある程度決めてるので、まあ、その後ラインナップ見ながら考察していきたいなと思うんですけど、おまけ回収はまとめて一気に取ろうと思ってるので、まあ、一個一個丁寧にドリセル、せっかくのドリセルなのね、ポンポン回したらもったいないのでゆっくり楽しんでいこうかなと思います。いや、それにしてもあれですね、新奥義2枚抜きは結構エグかったですね。使わないキャラも新規アザス、あ、さすがに、さすがに新規はね、あー、これはガネちゃんの覚醒ですね。でも嬉しいですね、連動上がるの嬉しいですね。ガネちゃんじゃないか、ガネですよね、これは。でも嬉しいですね、ガネは、これいいやつなんですよ。これ多分僕ドリセレかなんかで取ったやつじゃないですかね、違うかな、電動上がってますね。これ2回使えるようになるのは熱いので、これは大当たりですね。お、あ、シェルクね、超絶アザスアザス。それでは選べるリストちょっと見ていきたいかなと思います。はい、ファイナルファンタジー1から、まあまあ持ってますね。信用、光の戦士ヒカセンとガーランドの信用、いや、ガーランドも僕多分ドリセルで取ったと思います。ガーランドマジ強いです。
で2はミユさんちょっと欲しいですね。ミユさんちょっと欲しいんですが、現状完全スタメン枠かどうかってなるとちょっと怪しいところなので、はい、オニオンナイト。さっきあのオニオンのぬいぐるみ見てオニオンとか言ってましたけど、全然違いましたよね。オニオンナイトは剣ですからね。はい、失礼しました。オニオンちゃんも欲しいところではあるんですが、4見ていきましょうか。4はリディアとセシル。リディアのね、生属性が入るやつラインナップ入ったらゲットしようかなと思ってます。5なんですが、バッツ土ですね、持ってます。で6なんですが、ティナ、ロック、セリス、シャドウで持ってますね。前回シャドウを取ったのかな。これであのケフカさんがラインナップに入ったら取ろうと思ってます。でクラウド、ティファ、ヴィンセント、セビロス、一応全部持ってますね。クラウドさんは持ってるといいんじゃないかなと思いますね。どこでもやっぱりこう風シリーズかなり活躍してくれるのでね。スコールさん、リノアさん持ってますね。スタメン枠系は持ってますね。サイファー、アルテミシアは持ってないんですが、僕はスルーでいいかなと。でナインですね、ライン、まあ、ジタンちゃん、ジタンも強キャラでこれ持ってたらいいキャラではあるんですけど、エイコちゃん、ベアトリクス、まあ、個人的にはエイコ狙ってるっていう感じですね。はい、ベアトリクスも欲しいんですが、まあ、当面はまだいいかなという感じです。でティーダ、リュックもちょっと欲しいですね。今回のファンタジー10無秩序となる追憶、リュックがフォーカスされてるので、もしかしたら再販で1個新王位入ってる可能性もあるので、あっぱ様子見かなという、まあ、実際アタッカーではないのでそこまで急いでないって感じですね。11、あやめちゃんも欲しいんですよね。ちょっと11って僕、まあ、ハリウは倒してるんですけど結構きつかったので、次の難易度が出た時結構なんかきついと思うので、あやめちゃんも揃えておきたいかなというのがあります。12、バンちゃん、まあ、アーシャー強いのであれですか。バンちゃんもねちょいちょい揃ってきてるんですが、まだスタメンわけではないので。ライトニング姉さん、ライトニング姉さんもね揃ってるんですが、まあ、現状スタメンではないです。まあ、本日の動画で13の波竜30秒切りっていうのをワンテイクで打ったので、よかったら見てくれたら嬉しいです。で14ですね、アルフィノはマジで強いです。ヤシトラもねちょっと今回実は狙ってるんですよ。ヤッシュもねいいのでね、ちょっとヤッシュも絶対シリーズではスタメン抜けることはないと思うので。あ、ノクちゃん、え、ちょっと待って、ノクちゃんいるのか。炎か、ほう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 、なるほど。ノクティスがラインナップにいるか。アラネアちゃんもだ。ちょっと15ノーマークでしたね。アラネア欲しいな。ちょっとノーマークでした、ノクティスも。なるほど、欲しい。15縛りでやってもいいかな。あ、クイーンも持ってないのか。あ、クイーンも持ってなかったのか。ちょっとこの辺ノーマークでしたね。なるほどなるほど。あ、クイーン2回見ちゃった。で、あ、ガイデンか、エナクロか、この辺やっぱ欲しいですね。この下の方のラインナップ欲しいですね。15霊式ガイデンのところ、この辺ちょっと欲しいな。まあ、デッシー君はね、デッシー君も持ってて損はないかなと思います。はい、そんな感じで今回なんですが、ドリームセレクション新奥義22連回させていただきました。かなりいい引きでしたね、闇ガチャに関しては。はい、そんな感じで、他にもドリセレ回すので日替わりで動画アップしていくと思うので、最後におまけ回収動画といきますので、お楽しみにしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録していただけますとモチベーションアップになりますので、皆さんよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。